ていうのはある意味依存である。依存です。時は令和ビジネス戦国時代。ビジネスの常識をバッサバッサ叩き切るマーケティング侍の非常識なビジネス学。チャオ、マーケティング侍のリュウです。このチャンネルでは実践的で使えるマーケティングを皆さんにシェアしていきたいと思います。リュウ先生、今日もよろしくお願いします。はい、僕ちょっとファンを作りたいなと思ってほしい。最近ホイミンファン多いしね。はい、少しずつファンになっていただいてるので、これをもっともっと増やしていきたいなと思って。なるほど、ちょっと欲張りになってきた。そうなんです。はい、はい、そんなことをですね、今日はなんと事前にホイミン君から課題をいただいてまして、この話もうすでに振られてました。はい、ということでファンになるメカニズムというものをですね、今日はちょっとシェアしていきたいんですけども、このチャンネルでは行動経済学であったりとか心理学の話は、たくさん出してるんですけども、はい、今日はその分野についてものすごく詳しい専門家の方をすでにお呼びしております。遠藤孝則博士です。なるほど。はい、博士って名前がついてるんですけど、その名の通り博士号を持っておりまして、アメリカのですね、フロリダ州にあるアルビズ大学で法廷臨床心理学の博士号を収めていると。はい、そうです。いうことで、これ日本で唯一、必要性がないから唯一ってことなんですね。はい、っていうところで、さらにはですね、統計学の准教授も務めて、さらにはですね、はい、2014年にアメリカのオレゴン州の治療資格を得てるということで、かなり珍しい経歴を持ってるっていう、私の数少ない友人の一人なんですね。ということで、簡単にちょっと自己紹介をお願いしてみ。ゆう先生、ありがとうございます。紹介ありました、遠藤孝則です。法廷臨床って聞き慣れない人が多いんで、何してた人なんですかって言ったら、アメリカで法廷って刑事裁判と民事裁判を行う法廷をサポートする心理学者で、そうなるとよく皆さんが思う犯罪心理学ってその分野に入るんです。で、私はそれが勉強したくてアメリカ行って、で、大学で勉強できなくて大学院まで行かなきゃいけなかったと。で、現場で働く予定がなくて、本当は研究したかったのに、選んだ学科が現場で働かなきゃいけないのが臨床ってやつなんですよ。で、交渉人やって、おかげさまで、皆さんも聞いたことある FBI とか CIA とかそういう人たちとも一緒に働かせていただいて、で、交渉術やって現場で撃たれたり刺されたりとね。ありまして、で、その流れで現場でずっと働いてたんですけど、結婚しまして日本に戻ってきたというね。そんな犯罪者と関わり続けたような人がなぜここにいるのかと、今回の話何の関係があるかというと、犯罪心理学っていうのは結局のところで言うと、人間の心理に基づいてます。心理っていうものを紐づいていくと、結果的にそれっていうのは人の心を動かすであったりとか、ファンであって依存っていうもの、今回はですね、そういった依存イコールファンなんですね、簡単に、はい、そのあたり紐解いていけるんじゃないかなというところでお呼びしました。彼はですね、米国統合心理学協会認定のマスター NLP トレーナー、神経言語プログラミングと、聞き慣れない方もいると思いますが、いわゆる心理学とか人の感情を動かすっていうこのプロ中のプロなんですね。で、それを心理学と統計学が合わせて脳科学の研究を行っているってことで、おそらくこのチャンネルを見ている方でも、人の心ってどうやって動いていくのかな、人が脳みそで考えていることってのは一体どういうプロセスなのかなっていうのを知りたい方って多いと思うんですよ。これをじゃあマーケティングに応用したら、じゃあどうなるのかっていうのをですね、今日はですね、でアメリカの最先端の論文、そして方法論なんかをちょっと皆さんにですね、一緒に公開していきたいと。もうこれ日本だと多分初公開の情報なんですか？ほとんどの人が話さないこと、なんかアメリカとか私が研究してる分野の人たちは当たり前なんですけど、日本にほとんどいないですか？ニューロマーケティングとかやってる人。ちなみにニューロマーケティングは脳科学マーケティングなんで、そういうのをもうずっと研究してる第一人者だ。じゃあそれですね、早速今から皆さんに情報を提供していきたいと思います。はい、ということで、ファンとリピートにはこちらの3つの脳科学物質が必要。ここら辺の脳科学物質聞いたことあるよね。ドーパミン、セロトニン、ノルアドレナリン。本人混乱してますけど、そもそもなぜこれが関係してるのっていうところから、結局脳みその中でファンが発生するんだから、動かしたいのは脳科学物質。これらの脳科学物質が何なのかって分かって、どうやって動くのかって分かったら人間の脳みそと動く。ということは、やっぱりファンを作るには、そもそも脳科学物質と密接な関係があると。あります。依存性が高いものって言ったら、もう、このドーパミンって言われる快楽物質って言われるものが、ドバドバ出るやつが、依存性が高くて、もう禁止されるものが多いわけです。これをどうやって私たちは、マーケティングとか、セールスとか、ビジネスの中で、ドーパミンがいっぱい出る商品、サービスを設計していくか。で、セロトニンっていうのが、俗に幸福物質って言われるやつですね。楽しいプラス幸せ。最高じゃないですか。最高でしょ、はい、最後のノルアドレナリン何ですかっていう、これ刺激ですよ。つまり皆さん知らなきゃいけないことは、そんな化学物質どうでもよくてこれってことですよね。
快楽かける幸福かける刺激イコール皆さんが言ってるファンができる要素になるわけです。究極論言ってしまうと、薬物バンバンやればファンになります。あなたがいなかったらもう生きていけないですもんね。依存だから。ってことはファンっていうのはある意味依存である。依存です。運動とかも依存じゃないですか。みんながやらなきゃいけないと思ってる人いるじゃん。運動は自分の総合的にいいことが起きてるから健全であると。で、薬物依存は総合的に結果体ボロボロになってくるから悪いことであると。で、言い方の違いでファンなのか依存なのかっていうのはその人にとっていいか悪いかでしかないっていう。でも脳内で起こるものに関しては結局同じ現象です。同じです。ドキドキするのかハラハラするのかムラムラするのか基本一緒っていう違いはそんなない。ここで知っとかなきゃいけないのはどうやって動かすのっていうことですよ。心理学が研究され始めた1920年頃からすでにマーケティングに導入されて、そこで一番最初に起きる現象が女性たちがタバコ吸い始める。シグムンド・フロイド博士のいとこが彼が研究した内容をそのままマーケティングに使って、今までタバコ吸わなかった女性たちがタバコ吸い始める。それは簡単だよ。だってドーパミンくれるんだもん。快楽くれるんだもん。でどうやったらそれが当たり前かみたいな、みんながねなんとなくやっても良さそうな雰囲気やって、最初の一本やったらあとは勝手にやっていくというこのね恐ろしいメカニズムがあるわけですよね。ドーパミンなんですけど、どうやったら快楽って出るんですかって、まあ、これ基本的には報酬が払われることなんですよ。ちなみに本人は何を思ったら楽しいと思う、はい、新しいママを見つけた時ですか。新しいママを見つけた時新しいママすごい斜め45度の答えができましたけどこのママが何をくれるかだよね。何くれるのママ。何でも僕は小さいことでも大きいことでも。これでなんでこれが快楽かって言ったらギャンブルも依存じゃないですか、うん、でなんで快楽くれるかって言ったらどのぐらいのいいものをくれるかがランダムでわからないからですよ。これランダム報酬型って言うんですよ。例えば給料っていうのはランダム報酬ではないんですよ。で一定量働いたら絶対出てくる固定で払われる報酬のことを言いますね。歩合制とかあるじゃん、うん、頑張ったら頑張っただけ出てくる、これもランダムではないですよね、うん、ここで出てくるのがどっかの誰かが作ったガチャみたいなやつですよ。まあガチャシステムって、まあ、何が出るか分かんないもんね。そうですね。何回目にすごいいいものが出るかが分かんないっていう、いつ当たりを引くかが分かんない、そのためにみんな必死こいて頑張るっていう現象が発生する。でランダムなんだ。何回目に声かけた人がママになるかが分かんない、で何人目のママがアパートくれるか分かんないという、それがヒットした時の脳内では期待があって期待があって来るから来るから来るから来たってあった時がこの快楽物質からドバーって出るんです。本人とかのじゃあ給料とかも毎月ランダム報酬にした瞬間にもっと快楽、そこでなんか何かをしなかったらそのランダム報酬が支払われないっていうガチャのあのノブみたいなのが必要になっては来るけど、それさえやってれば基本的にずっとやってくれるわけです。素晴らしいですね。大体 あのビジネスがランダム報酬がないところが多い。例題出すとしたら昔あったのがなんだアイスクリームの当たり棒とか、あれがランダム報酬になる。問題がそこで最先端じゃないのは、今の時代だったら絶対にその当たり棒に対して自分の会社名であったりスローガンだったり何かしらブランディングっていうのをやってたはずなんですよ。だみんなイメージで残ってるのは当たり棒引いたイメージあるけど、あれどこの会社の当たり棒だって覚えてる人います？思い当たらないですね。まあ、当たりだけだもんね。そうですね、当たりだけ、はい、プロモーションで考えるとそこにブランド名とか会社名とかサービス名入れるのが正しい。正しい。だから当たりどこどこって書いてあったら、ああなんかそこが印象に残る。あれで、ね、アイデアがそこまでは良かったみたいな感じですよね。あれただ2本目無料で子供たちに配ってただけっていう、これ片手落ちですね。まあランダム報酬を使ってじゃあプロモーションに使うっていう、また新しい発見ですね、これね、はい、大抵の依存とか調べるとこっちばっか調べられてるんですよ。快楽ばっか、ドーパミンばっか、ドーパミンばっか、ほとんどの人がこっちの方をフォーカス当てない、セロトニンと言われる。で依存性はないって言われてるんですけど、やっぱりこっちも欲しいんですよ人間は。じゃあどうやったらお客さんに幸福感を与えることができるか、幸福感ってメカニズムがある、うん、おお、それはね知りたいですね。選択肢が増えると人間は幸福に近づいてくる。お金が幸福くれないって言いますが、ある程度までくれるのはやりたいことができるものの量が増えていくと幸せになってくる。そのうちお金いくらあってもやれるものの量が増えるわけじゃなくなるから、もうそこでお金は幸せをくれなくなる。だから有名なのは AKB とかです。あれ48、48人ですよ。どこかには好きな子が自分に違いない。あの選択肢の多さに人間は幸福感を感じているっていう。なんかでも逆の研究でたくさん選択肢があると人は選べないっていう研究聞いたから。決断と幸福感が違うってことなんですよ。
選択肢が増えすぎちゃってひとまとめでとりあえずっていう。まとめると幸福感を高めるにはたくさん選択肢があった方がいいですね。選択はできるだけ絞った方がいいですね。そうや。ちなみにあの選択の科学に関しては過去にも撮った動画があるので概要欄の方見ていただければそちらについて解説している動画があります。で最後面白いのがこれ刺激っていうのをあのほとんどの人考えないですね。刺激がノルアドレナリンって言ったら心拍数を上げられるか否かなんですよ。ニューロマーケティングではすごい当たり前なことになってるんですけど、心拍数の増加、汗の分泌量、瞳孔の開き具合で大抵その人がその商品買うか買わないか分かる。そんなことが今分かる。今はそういうのを機械で測るんですよ。それが一番予測値が高いものになってくるんですよ。買う時にちょっと汗ばんでたりとか興奮してるっていう反応を示してるものが買われる確率率が高い。だからあのセールとか緊張させるやつ限定性つけるんでしょうね、うん、もう今買わなかったらもう買えませんよって言って緊張感が発生するのもまた刺激の一種ですよね。どうやったら心拍数上げられるか、これ面白いですけど、人間って心拍数上がることによって体の準備ができるんです。動く準備が、購入であったりとかそれをクリックするとかも心拍数の準備ができてなかったら押さないんです。つまりは何かしらの刺激または緊張感を相手に与えなければいけない。これじゃあところを言うとランニングマシーンみたいなのがあって、ランニングマシーンが走らせた後に商品セールしたらめっちゃ売れると可能性が高い。研究とかいろいろあるんですけど、吊り橋効果じゃないですけど動いてる最中にあの買わせた方がいいんじゃないかとか、なんか心拍数だけじゃなくて体の体温が上がってることも刺激になるので、あったかい飲み物を渡した方が購買率上がるっていうのめちゃくちゃ面白い。うちで皆さんなんか取引先来たら夏であったとしてもいやそちゃしかございませんかって言って出すわけですよ。体温が上がって商品買う買う、そう確率が上がるというね、このちょっと不思議ななんか信頼関係にね関係あるものなんですけど、でこれちょっとしたねあの覚え方っていうか、こちらです。バラッツ。これ研究自体は2012年の研究で、現場では結構使われてるんですよ。で現場で働いてた科学者から言うと、現場で使えるものと机上の空論とでは天と地ほど差があるんですよ。エビデンスって言いますけど、現場でのエビデンスか否かって相当差がありますよ。エビデンスベースって言ったら、夜中に使うキニングですか、ラボでは 99.9% の成功率を誇るのに、実際の現場では6割、男性陣がちゃんと使わないからです。ラボではちゃんと丁寧にで指示通りやって使ってくださいっていうか、それはうまく使うだろう。まあそういうことですよね。キニングも使ったことはある。もちろん。で、あ、そういうとこは突っ込んじゃいけないですか、はい、やめましょう。で、こちらあのロブヘイムっていう方が作ったロブヘイムキューブと言われて、人間の感情とどうやって脳化学物質とか関係するかっていうのを図にしてくれてるんです。批判もありますよ、そんな簡単じゃないっていう批判があるんですけど、もうそれこそポイミンが使うんだったらこっちの方がいいんじゃないかと。私たちの日常使いではこっちの方が絶対いいんですよ。だから商品サービスとか考えてたりマーケティング考えてる時に人間の感情をちゃんとコントロールできてるかどうかってね認識するのに使えるのにいいと思います。これは一つずついきましょうか。快楽物質ドーパミン、わー楽しいって思うあの感覚ですよ。気持ちいいと思うあの快楽なんですけど、感情としてはドーパミン単体って増える理由って恐れを感じた場合なんですよ。恐怖だからジェットコースターとかお化け屋敷とかに行くんだよ、うん、あれ快楽物質くれるからなんだよ。夏のさ階段とか夜中に怖い映画わざわざ見んの、もう二度と見るかと思いながら次また見ますもん、ね、きっと来るってやるよね。なんかよく考えてみたらなんであんなに流行ったんだろうって言ったら、あれドーパミンって言って快楽物質くれるからなんですよ。お客さんの怖いを刺激してるか否か。マーケティングの世界で言ったら可愛いじゃなくて怖い生き物を使ってるタイプのブランド多いですよね。あの蛇とか、クモで、なんであれ使ってんだろうって言ったらそれで刺激してるんです。なんかあれ買ったら楽しいことあるんじゃないかっていうね、怖いもの見たさで人が買ってくれる。セロトニン幸福物質ですよ。選択肢増やすことによっても出ますけど、もう一個あるのが面白いのは単品だけだったら嫌悪感で出ます。例えば居酒屋とか行ってトイレ行くじゃないですか。自分が入ろうとしたトイレパッて開いた瞬間に台が流されてなかったことありません？他人ので、その瞬間にうわっと思ってすぐ行動を取るけどいろんなこと考えるっていう状況があるの。流した方がいいのか、そのまま行くべきなのか、このまま蓋閉めたら OK なのか、誰かに言うべきかってすごい勢いで脳みそでいろんなこと考えるって、あの選択肢いっぱいバーって出てくるのがセロトニンです。幸福物質とはちょっとほど遠い話しそうになるんです。気持ち悪いっていうのが分かるから逆の幸せが何なのかっていうのが引き立たされるっていうんですか。こうっていうのも嫌悪することなんでね、こうになりたくないなんか嫌悪することじゃないですか。こうを感じさせることによって実際の自分の幸福が理解できるっていう、このね複雑な人間と脳みそですよ。脳科学の分野から言ったらセロトニンしか出てないの。セロトニンって幸福物質って言われてるけど単体では嫌悪感から来るの。幸せを知りたかったら不幸も知りましょうってことですか。そういうこと、簡単に言えばよくあるのはこのまま買わなかったらどうなるかとか、コマ
ーシャルであるのは要するに嫌な不幸な出来事を連想させるようなものがやっぱりマーケティングで結構使われてるところありますよね。最後ノールアドレナリンですけど、緊張したりパニックになったら出てきます。心拍数上がったりできます。よくあるのが限定性って言われるやつですよ。残り何個ですっていうのを何人までしか入れないとか、チケットとかね、それこそ有名なねスターがやってるライブとかのチケット、私結構落語見るんですけどね、ある落語家のねチケットが取れないんですよ。帰れる人決まってて12時ぴったりで開いた瞬間に押してるのにもかかわらず来れないっていうね。であれの緊張感が乗るアドレナリンと言われるんですよね。あとはこれの組み合わせによっていろんな感情が出てくる。実はこれファンになるための目標地点ここです。このライン、つまりはセロトニン、幸せ、幸福物質、ドーパミン、快楽物質両方出るとちょっと幸せに感じる。これが本当の幸せだよ。あれドーパミン出てなかったら幸せじゃないか、快楽物質そうなんだ。で愛というのがこの間ぐらい、感動とかが一番高いレベルで、ここでポイントとなるのは商品サービス売りたかった場合の話なんですけど、こういう研究があるんですよ。モトロラって昔携帯電話ですごい細い携帯電話作ってる会社知らないね。若すぎると知らないよね。調べて皆さん、モトロラのレーザーってね携帯置いてますよ。すごい昔の話だ、もうすごい昔の話だった。あの頃にモトロラっていう会社が何やったかって言ったら、シックスシグマと言われる製品のクオリティコントロールの統計の研究やってたんです。研究成果で分かったことが何かって言ったら、面白いのがお客さんってなんか自分がもう求めてるサービスがより高品質だからって言ってファンにならない。これびっくり。もうホテルだったらベッドがより良くなったからって言ってファンになるわけじゃないです。料理がより美味しかったからって言ってファンになるわけじゃないです。研究発表されて誰もなんか飲み込めない事実。あと料理人とかもっと料理美味しくしようとするじゃんね。でホテルだとよりサービス良くしようとするじゃないですか。でもファンになる要素はそこではない。品質じゃない。品質は最低限の期待値を下回らなければいいんです。だからレビューが悪いやつらは下回ったんです。ホテル入ったら違いがあるみたいな、むしろ。でも最低限やってくれることやってたら、ここで5つ星くれるお客さんって何かっつったら、ちょっとした驚きがあったそうです。で、これが自分にとってなんかプラマイゼロかちょっといい驚き。まあ要は期待していなかったことがそこで起きたら驚きがある。これ面白いですけど、人生の中の人間の記憶の脳みその構造なんですけど、ずっと覚えてる記憶ってエピソード記憶と言われる記憶がその一つなんです。日常の中の非日常、ちょっとした驚き、あっていう驚きがあるやつは記憶に残るんですよ。でこれをブランディングっていうんですよ。では、まあ、例えばさっきのベッドの例で言うと、別に期待してなくて普通のベッドがあるんだなと思って行ったら、ちょっとそこでベッドの上でもう手紙が置いてあったの。あ、そういうことです。南アフリカ行った時に泊まったホテルが、部屋の中にリンゴ置きがあるホテルがある。何それと。でそこに取れたてのリンゴが置いてある。もうそれだけなの。誰もリンゴ欲しいとも言ってない。なんでこんなわざわざ作ったのかって、このネタのところがブランディングなんですよ。でちょっとした驚き、わざわざホテル作るときにリンゴ置き設置します。皆さん職員に毎日ここに今日人が泊まんならリンゴ置きなさいと。意味が分かんないけど、それがブランディングって言って記憶に残ることなんですよ。BMW とかも有名になった理由が、ヒーテッドシートっていうのを初めて導入したのが BMW さん。赤道直下でクソ暑いところでもみんなヒーテッドシートが入ってよかった、いいっていう。すいません、ちょっと僕バカで言葉がよく分かんなかったんですけどヒーテッドシートって何ですか？自分の席を温めてくれる、はいはい、中になんかヒートパッドみたいなのが入ってる、北海道の電気版みたいな。床暖房が背中と床暖房が背中とお尻についているやつ。よーく考えたらそれで車の電気さらに消耗するんだから、ガソリン代上がるに違いない。でもそこでもエコが欲しいとか、ね、ガスマイレージが欲しいとか、なんかもっと距離稼ぎたいとか言ってる人たちが座った瞬間暖かい。日本人はこれね、覚えがありますよね。今度温めておきましたってあれですよ。あ、よく知ってるじゃないですか。ホイビー思ったよりバカじゃない気がするます。私。たまたまです。本当に頑張ってます。じゃあ感動を起こして、さらに記憶に残して、さらにブランディングするのにこのエピソード記憶が深い関係がある。そうですね。みんな大きなことをやらなきゃいけないって思ってたのが、小さいことで構わないってことなんです。お金かけなくていいんですよ。アイデアだけでいいとか。アイデアだけでいいんですよ。さっきのリンゴみたいな。リンゴですよ。リンゴ1個いくらですかみたいな。それでお客さんファンになってくるのやりませんみたいな思うじゃないですか。なんかちょっと他の人が考えてないプラスアルファのサービスになってるのかなってないのか分かんないレベルのサービス。逆に言ったら今の時代だとツッコミ入れてほしいやつ。なんでリンゴなんだよってちょっと SNS で上げてほしいぐらい。拡散力もね、ありますんでね。なるほど。すいません、ちょっと前戻るんですけれども、あ、いいですよ。さっきおっしゃってたシックスなんとかって、シックスシグマね。シックスシグマ。あ、はい。それ、なんだろう。確かにさらっ
とスルーしてたけど、多分まあ見てる人 それなんだっけって感じ。あ、なりますよね、はい、なりますよね、なりますよね。シックスシグマと言われる統計ベースで商品のエラーがないようにするためにデータ収集するやり方がある。標準偏差って言われるのがシグマなの。で、6標準偏差までの範囲でエラーが起きないようにしなきゃいけないっていうのがクオリティコントロールで掲げたのが6シグマと言われるものになります。簡単に言うとエラー率を1億分の1ぐらいにしようとか100万分の1とかにしとこうよっていう、100万回同じ商品作って1回しかエラーが起きないようにどうやって工場とかを作ろうかとか。エラーってのは簡単に失敗みたいな、エラー失敗、失敗とかミスとかが起きないような、そういう、そういうコントロールを6シグマっていうので生まれたってことです。生まれた。でそれレベルでクオリティコントロールやろうっていうふうに考える会社がその前にそんなになかったので、それをどうやって数学的にやるかっていうのがそのシックスシグマと言われる。このシックスシグマやってミスが起きなくなると結局どうなるの？元々はそれの研究で、要するにお客さんのクレームを減らしたかったんですよ、うん、なるほど。でクオリティも上げてきたかった。でこれによってもっと売れるんじゃないかと思ってたって。じゃあエラーがなくなったからクレームがなくなったのかって言ったら違ったっていう。なるほど、そこにたどり着くのね。結局もう完全完璧に6シグマっていうのを使ってミスもなく失敗もなく完璧なものを提供したのになぜか満足度上がらないっていう。これ面白いのが似たような研究があって、外科医の先生の訴訟についての研究があって、一番訴訟される外科医は一番手術ミスが多いのか否か。え、それ多いじゃない。ちなみにホイミン君の夢は外科医なんですよ。あ、そうなの？ホイミン外科医になりたいの？今さら明らかにされるホイミンの夢は人を切って中身を見たいみたいです。え、縫い合わせたいとかじゃないの？はい、切って中身を見たいな。あ、そうなんですか。で今言ったよね、失敗が多い人が訴訟されるんじゃないのと。はい、ブブーッ、違うんです。何と思うでしょ、皆さん何と思うでしょ、はい、でここでさ、医者からもらって驚きとサービスは何だったのかってことになるわけでしょこれ。でファンになったわけですよ。ファンになったらおっと失敗したぜってなっても、お医者さんは訴えない。これ知っといた方がいいよね、これ。まあ悪用しないでほしいけど知っといてほしいよね。ホイミン意外といけそうな気がするから。これホイミンは体の中にメスを置き忘れるタイプです。それでも多分、あ、ホイミン先生かだったら訴えないっていう風になる。それはすごいノウハウ。すごいノウハウじゃないですか。失敗してもだって訴えられないじゃん。そうそうそう、今日神回じゃないですか。ホイミンにとってはホイミンにとってはこれが何なのかって言ったら、違いを探してたら唯一あった違いが、お医者さんたちが患者さんに喋ってる時間が他のお医者さんよりちょっと長いなんですよ。それだけ。普通は何分なんですか？だから12分とか13分とかの16分とか18分とか、本当に3分長く話すだけでクレーム率が減る。他のお医者さんが検診でシステム的にやって、はい終わりのところを、その外科医の先生は小話があるわけですよね。ここ最近どうですかみたいな、そうなんですか、息子さん何歳ですかみたいな、業務の中では無駄とも思えるこのやり取りが、その人の医師免許を救う。これさっきのシックスシグマの話に戻すと、つまりは医者からそんな人間味あふれるような会話をお客さんは期待してなかったから、それが驚きのサービスとなってファンになったってことですよ。小話をすれば、そうです、ね、メスを体の中に置き忘れても大丈夫。ある程度、ああ、まあ、あの医者さんだったからね、だから必死に頑張ってくれたしみたいな、わかります、この勝手な、いい方向への解釈をしてくれた結果、なんか大丈夫っていう。そしたら3分なんか喋ること準備しておくのも、この人間味というところ、なんかみんなが無駄だと思ってるお客さんとのちょっとした対話、はい、もしかしたら今の現代一番褒められてることかもしれないですよ、うん、それがサービスとしてお客さんがファンになる理由かもしれない。そんな無駄な話をお客さんとしてんじゃない、次のお客さんに行けじゃないのかもしれないですよね。これは AI とかでも追いつけない分野ですね。で AI から突然さ、あ、でここ最近お子さんどうですかって聞かれたらちょっと怖いよね。人間しかそんなこと言わないですからね。でもそういった私のことを知ってくれようとしているとか、この人は私を人間として見てくれてるっていうのが、要するには驚きであってサービスだったわけですよね。この面白いのは、各業界の当たり前に行われていることプラスアルファが大事なんですよ。当たり前にやってることをさらにクオリティ上げようじゃなくて、斜め45度なんです。これ龍先生が普段おっしゃる逆のことをやれみたいなことだったりするんですかね。まあ非常識なこと、ね、業界での常識だと思ってることを疑ってみようとかね、あとパッケージとかよく言うけどね、他の人と違った切り口とかパッケージとか、まあ今回のリンゴとかすごい分かりやすいと思うけど、ただ日本が置いてあるだけっつって、なんで、まあ、そういったちょっとしたものぜひ一番簡単なところなのでやっていただければと思います。
はい、ということでアクションステップ、リュウ先生いきましょう。今日の話を聞いてどういうステップをじゃあ皆さんやったらいいのかと。もう絶対に入れなきゃいけない、これもう最先端でもないです。これやってなかったらおかしいです。ステップ1がランダム性を取り入れる。なんかランダムに当たりくじがあるみたいなやつをなんか導入する。例えば飲食店だったら来たら今回ちょっとプレゼントがあるとか、そういうこと。そういうことです、よくあるじゃないですか、あなたが何人目のお客さんですのでみたいな、ちょっとしたやつ、まあ、たまたまだったかもしれないけど、あ、よかったみたいなふうに思うやつで、物によってはやっぱ導入してるとこありますよ。商品サービスここ買ったらくじが引けるみたいなやつとかで、当たりがあったらなんとかっていうの、コミュニティとか会員制システムとかで、まあ、ログインするたんびになんかポイントが何ポイントが溜まってって、毎回同じポイントじゃなくて、まあ、一気に増える時もあれば、まあ、ちょっとしか増えない時があったり、当たりくじじゃないけど、まあ、その時にプレゼントがもらえますとかっていう、そういうシステムあったりするんで、まあ、そういうのを言ったらいいと思うんですね。そういうことですね。でそれによってあのやってほしいことをよりやってくれるようになります。だからさっきで言ったらログインが増えるってことですよね、で来店が増えるっていう、そういうことですよね。ランダム報酬を払うってことね。次が選択肢を増やしてください。覚えてます？なんか AKB の例ですけど、なんかいっぱいあったらどれか一つは私に当てはまるやつがあるんじゃないかっていうふうにね、お客さん思う。一個しか売ってない八百屋みたいなもんないですからね。いろんなものが売ってるか、一つをパッケージにするか、いろいろやり方あると思います。今回ねメインになったあのネスを体に入れといても大丈夫というね、戦略の部分ですけど、ステッキ3がプラスアルファの斜め45度のちょっといいこと、お客さんにサービスとしてね提供していただければと思います。斜め45度というのは期待をしていなかったことが起きた、そういうことですね。こんなこと起きるんだって、まさか。日本人の感覚で言ったら仕込みが欲しい感じですよ。なんでやねんみたいな、先生忙しいじゃないですか、僕にそんな時間使っていいんですかって言わせるぐらいがちょうどいいってことですね。なるほど。具体的にどういうことをやったらいいのかなと思いまして。ボイミンが、そうですね、はい、ママ活をするに当たって、あ、それで教えていただけるなら本当にそこで行くその例でいきます、いいですかって先生、それで、はい、別にボイミンがいいな、はい、ボイミンがいいだったらリスナー代表なんで、ぜひママ活であのじゃあママ活の相手がいるとしますね、はい、その人でアプローチかけてるときに毎回会うたんびに何かプレゼントをあげたりあげなかったりするっていうことですよね。ああ、なるほど。じゃあ会うたんびに、はい、今日は花1輪だったのか次は花がなんか3輪なのか分かんないけどあげるものが毎回違うっていう、そこの刺激がランダム性になってくる。で、あげない時もある。なんで今日はくれなかったのかなっていうか、たまたまだと思わせればいい。何回かあったら何、この子は何を作ってくれるのかなっていうふうに思わせる。なんか自分で手作りで何か渡しに行ったらいいんじゃないですか、はい、ね、それもまた一つだよ。だから手紙とかそういうのもそこのランダム性に入るわけですよ。選択肢を増やすっていうところで言うと、なんか会う場所の選択肢を増やすなのか、ホイミンが提供するサービスの選択肢がいっぱいあるのか否か、いろいろやってくれ、いろいろやってくれる、いいんですかこのなんかトピック的には。洗濯であったり掃除であったり食事も作るし、そうそう、何でもやりますよ、どこでも行きますよっていう。あ、でもこの何でもじゃなくて、そのね、出してほしいんですよ、リストを。あ、やるよって言って、これもできるし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 、これもできるって。あ、違うんですけど、これ一応あの13個ぐらいまでがなんか選択肢あると人間の幸福物質が上がってて、13個ぐらいからあまり変わんないです。でそれ以降下がる場合もあるっていうのがあるので、なんかそのぐらいの目安で増やしてたらいいですね。5個から爆発的に増えるんで。はい、で、プラスアルファの斜め45のちょっといいこと、それお前が考えろよお前がママ活してる時にこのママに合わせてさ、ちょっと驚いてくれるもん、なんて分かんねえよあら、誰がもう誰が斜め40、その界隈の斜め45って、常識が分かんないから斜め45とか言いにくいわ。ちょっと人任せにしすぎちゃいましたねリュウ先生、高橋先生、どうもありがとうございました。3つ脳化学物質でしたっけ、はい、教えていただいて、それがママ活にも使えるっていうことが分かったので、本来マーケティングに使えるの本当ママ活用ではない本当はもっと推敲なあの話がはずなんだけど目的もっと高かった意味があったような気がしますけど、はい、ということで本来はママ活ではなくて、まあ、皆さんのビジネスに活用するものなので、まあ、今回の話をですね、ぜひ使っていただければと思います。この動画が面白いなと思った方はですね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。こういった本編では言えない話、結構今日も出てた気もしますけども、もっといろいろありますんで、よかったらですね、概要欄の LINE の方も登録しておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。マーケティングザムライ。
今日はじゃあありがとうございました。ありがとう、本当にありがとうございました。そもそも法定臨床心理博士ということで、多分犯罪者とかと関わってたんだよね。犯罪者、女マフィアのボスとかの構成とかやってました。女マフィアのボスの構成、薬物依存センターに入ってきて、どうやってやる？最初からビビったら負けます。おすごいですよ。あの黒い涙のタトゥーがこうやって入ってて、胸のあたりがこうあったんですよ。それで綺麗なタトゥーだね、そのタトゥーなんか意味あんのって言ったら、人間の数って普通に言いますから、ね、なるほど。でそんな人たちに対して、ああそうなんだ、いや、やっぱかっこいいねって言って普通に会話しなきゃいけない。これはどうやって構成に持ってるプロセスですか？やってることが相手が得たい結果に対して合理的じゃないっていう説明、現実療法っていうんですけど、リアリティ療法って言って、犯罪者の中に薬物売っててフェラーリ買えたやつがいるんですよ、うん、でも7年間留置中にぶち込まれるんですよ。普通に計算して、なんかその場で電卓売ってマックでバイトで働いてて7年間やったらフェラーリ以上の金額になるぞ。でお前はフェラーリのために7年間臭い飯食うのかと、計算が合わないっていう説得じゃないけど、なんかおかしいよっていうのを教える。でその人もだから結局そんだけ人を殺してますけど、得たい結果っていうかビジネスだったりするんですけど、もっと真っ当なビジネスでもっと稼ぐやつは稼ぐでしょっていう。でも今のこの現実用語ってでもビジネスでも結構使えそうな発想だよね。ああそうですね。イタリアのローマにストイック哲学ってやってた人ね、セネカっていうんだけど、で彼が言ったのが情熱は敵だって言いますからね。そうそうそう、要するに感情的になって、よっしゃこれでうちら稼ぐぞおーみたいなことをやったりとか、こうやって人々を救うためにってやってるんですけど、一旦冷静にならなきゃ現実的に本当に可能なのかっていうのをやらないから、よくベンチャーとか社会起業家、本当にいいこと言ってる人たちいいんだけど、そんなにビジネスがうまくいってないの現実味が足んない。やっぱりその情熱も重要だけど、冷静になって現実味を持たないとダメだ。そうで、なんかそれを言われると冷や水かけられたような感じで、やっぱちょっとムカつくとこはあるんでしょうね。なんかそれをやってくれる人が自分のチームにいたりで、うまく回ると。なるほど。悪魔の支援者ってやつです、ね。会議で絶対逆のこと言う人みたいな。IT やっぱそういうのってる。まあ Google とか Apple とかそういう大企業って違ったカラーの人たちいる。入れますね。だからじゃないと発想が一方向に行っちゃって構造性がなくなる。だから日本の中小企業とかでよくある問題が、もうやっぱ社長が一人で自分と同じ発想の人ばかりね。あ、そうですね。だから性格分析とかやると面白いのは、やっぱり似た人たちしか採用しないんですよ。あ、なるほど。すっごい似た人たちしかいなくて。カテゴリー別の人たちがいないからか、少数いてその人たちがいいアイデア出すんだけど大多数に消されてしまうので、いられなくなってやめてきちゃう。でその人たちがチャンスだったんです。公民的にね、今の話聞いてなんか学んだこと、気づいたこと、学んだこととはまたちょっと違ってくるかもしれないんですけど、うん、僕はあのできたままの数だけタトゥーを入れようかなと思いましたそこそこだろ